はい、どうもこんにちは、武田クリーニングです。今日ご紹介のアイテムはデニムのカバーオールでございます。何度も何度も洗いをかけて、色をあせさせてですね、色を変化させて、わざとなんかこう着古したような古着のような風合い、色の変化を出してから、プリントを入れて、商品化したお洋服だと思います。ここにね、裾にね、すごく目立つシミがあるんですよ。大きさ的には僕の親指映ってますけど、親指の爪ぐらいの大きさで、表からも裏からも見えるシミで、いつ何がついたのか分かんないと。でね、嫌な色なんですよこれが。何かこうこの色のシミがついたんじゃなくて、全く違うものがついて、時間の経過とともに酸化してしまって、この色に変色してしまったようなシミなんですね。で、シミ抜きに効果的な作業をさせていただくと、早い段階で地の色も抜けちゃうというか、白っぽくなってしまう。しかも簡単に白っぽくなってしまうんですよ。なので、この全体の色味を保った状態で、ここの部分的にシミ抜きをして、そこがボーンと白っぽく抜けちゃうと、より目立っちゃう、色の段差として目立っちゃうので、ご提案としましては、全体がかなり黄ばんでおりますから、全体的に洗浄力を重視した作業をさせていただいて、その黄ばみをまず全部取ると、ワントーン明るいグレーになると思うので、ワントーン明るいグレーにして、色味をリセットすると。その状態でシミ抜きをさせていただくと、まあ、しらけるっちゃしらけるんですが、この状態で部分シミ抜きだけをするよりは、はるかに目立たないよというような判断をさせていただきました。シミが取れる取れないというふうなことで言えばですね、わずかにの状態を保って、シミを抜くというようなことが大前提でございますが、それができないとなるとですね、じゃあできないなりに、シミは取れるけれど、こんな風になりますよというふうな話もやっぱ必要なんですね。後ろ身頃にはですね、ものすごく目立つ大きなプリントがですね、かすれたような感じで濃淡をつけて、してあって矢印があって、このプリントもね、デザイン上非常に大事なので、このプリントも絶対損なわないようにって意識しました。襟立てたところの色と他のところの色が違うでしょう。全体がかなり黄ばんでるんですよ。だからまず黄ばみを取りました。黄ばみを取るとこんな感じです。めちゃくちゃ綺麗になって、うわこんな色だったのかと、まるで別物じゃないかと。やっぱね、古着好きな人の中では、その汚れてることがいいっていう人がたまにいらっしゃるんですよね。まあクリーニング屋的にはちょっと抵抗があるんですけど、その古着なんだから、古い服なんだから、汚れてたり傷ついてたり穴開いてたりするのは当たり前じゃないかと。そんなピカピカな状態でね、古い服を着たいわけじゃないんだよと。ちょっとこうくすんだような、発色性が悪くなったような感じが、雰囲気があっていいでしょというような感じなんですね。だからね、わざとそのサビとか、車のクトバイクとか、車のバイクとかにこうサビのペイントをしたり、所さんとかやってるの見たことあるしね。なんでそんなボロッチーような加工しちゃうのと、それがかっこいいじゃんかよと言われれば、まあ価値観は人それぞれなんで、そうかなというふうになってしまうんですけど、でも洗いをかけてわざと色を抜くというのも、まあそういう流れですからね。もともとの地の色、お預かりした色味、長い年月かけて、変化したであろう色味は変わってしまったわけなんですけど、シミを取ったところもですね、やっぱり色味が、そこだけ部分的にちょっと色の段差はできちゃってはいるんですが、まあ、お預かりの状態よりはだいぶ色の段差的には減ったんじゃないかなって思うのと、まあ清潔になりましたよ。綺麗で清潔で手触りが良く、匂いもしない状態になったので、これでね、がっかりしないで、ああいいですいいです、この色でも全然いいですと来ていただけるんであれば、嬉しいなというふうに思いますね。古着難しいですね。でもね、雰囲気良くてすごくかっこいいと思います。素敵ですね。ご利用ありがとうございます。武田クリーニングでした。